大陸の人権活動家コカさんは先日何者かに襲撃され上あごを骨折したと発表し顔から出血している写真を公開しましたコカさんによると素人とは思えない手口でしたが殴られた衝撃で眼鏡が飛んだため相手の顔は見えなかったそうです7月16日夜8時過ぎコカさんは地下鉄の駅を出て自家用車に乗ろうとしました 走到我那个车位的时候呢，我才注意到有两个人站在我车位边上，然后突然上来就一下就抓住我喉咙，一拳就打在我那个眼镜框上面，我立刻就感觉到脸部前面那个非常疼嘛。第二下就把我的眼镜给打飞了，那么就开始拳打脚踢了。一体犯人は誰なのでしょうか？我只能确定一点，就是这些人绝不是错打的，他们看到我以后像饿狼一样的就这么扑上来的。 襲撃犯はコカさんに殴るケルの暴行を加えた後すぐに迎えに来た車に乗って逃走しました一方コカさんは殴られた衝撃で眼鏡が飛んだため犯人の顔や車のナンバーがはっきり見えませんでした事件後コカさんは直ちに警察に通報しました 警察は現場の監視カメラの映像を調べたものの、コカさんの車の位置はちょうど死角だったとして、何の情報も得られなかったそうです。今回の事件についてコカさんは、今までの理念を持ち続ければ痛い目に遭うことを当局が警告したのだと考えています。コカさんには、投獄や南京が通用しなかったからです。現在当局は暴力や恐怖で、 コカさんを屈服させようとしていますがいずれも意味をなさないとコカさんは述べました新東人テレビがお伝えしました